こんにちはヒューガーちですそれでは今回も聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います、えー、実はですね昨日のまあ夜中というか夜私の女性のある女性クライアントさんから、まあ、死にたい時はどうしたらいいですかというメールをいただきましたであの、まあ、先ほどあの、まあ、翌朝ですけれど、まあ、電話をしてあの 少しあの状況を伺って、一緒にお祈りをしたんですけれど、とても大変な状況があって、こ,この動画というのは一番はその,そのクライアントさんに向けてえ撮っています。他にまあ死にたいと思っている苦しい思いをされている方の助けになればということで、聖書からお話をしていきたいと思います。で、えー まあご主人との関係でまあとても苦しいあの状況があってまあ精神的にもあのとても辛い状況がある中でまあ死にたい時はどうしたらいいですかというぐらいのまあ辛い状況にあるまあそのようなえとクライアントさんですね。で、まあ、あの緊急でまあ今日もともと予定入ってなかったんですけど、まあ、2時からえまあセッションを持ちますけれど、まあ、そこでいろいろ状況を またねもうちょっと詳しく伺って一緒に考えていきたいと思うんですけれど、まあ、その前にあの、まあ、この動画の内容、まあ、聖書の中でやっぱり死のうと死にたいと思ったけれど、まあ、希望を見いだした人の、えー、話がありますので、まあ、その話をさせていただきたいと思います死と、えー、の働きというところのえー、とですね 16章の25節ですねまあ25節もうちょっと前から行きましょうか19節からお読みしますでちょっとあの状況を説明すると、まあ、パウロとシラスという、まあ、キリスト教の伝道者たち、まあ、宣教者たちがあの迫害を受けて、まあ、牢屋に入れられるんですねでその牢屋の,あの 監修。まあ、牢屋を守っている監修の,あの人生に起こった出来事をちょっと見ていきたいと思います。えー、彼女の主人たちは、金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で私たちの街をかき乱し、 ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って無知で打つように命じた。そして何度も無知で打たせてから二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、 足には木の足かせをはめた。まあ、この今からお話しする看守の,の人生の起ことは出来事。まあ、ここの最,最初の部分ですけれどあの、厳重に見張るように命じられているわけです。看守としてね。絶対逃がすなよ。というふうに言われている。だから、奥の牢に、牢屋の一番奥に入れて、そして、 足に木の足かせをはめて逃げられないようにしてるっていうことですよね。まあ、もうこれ以上厳重にはできないっていうぐらい、まあ、厳重にこのパウロとシラスを、あの、牢屋の中に、ね、あの、閉じ込めてるわけですね。そしてそこから、この、起こった出来事ですけど、真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。 すると突然、大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました監視は、牢の扉が開いてるのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。ということなんですね。あの、地震が起こって、あの、 牢獄の土台が揺れ動いて、扉が全部開いちゃった。そして全ての囚人の鎖が外れてしまったっていう状況があったわけですね。で、目を覚ました監視はと、牢の扉が開いてるのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。まあ、三つの点で、えー お話ししていきたいと思いますけど、まず絶望的な状況。まあ、この監守は、あの、もう終わりだと思ったんですよね。どういうことかっていうと、まあ、このローマの、まあ、まあ兵隊というか、ローマの役人として、まあ、牢屋を守る、まあ、囚人を絶対に逃がしちゃいけないっていうことが、まあ、彼の使命としてあったわけですね。で、この、 脱獄させてしまうっていうことは、まあ、当時考えられることとして、まあ、死刑に値するわけです。あの、監守としてね。で、あの、逃げてしまった。あ、もう終わりだって。まあ自分はもしかしたらまあ拷問みたいな形で処刑されるか。でもそれだったら、もう自分は自分で命を絶ってしまおう。と思ったということなんですね。で、この、 死にたいと思うっていうことはあのもう死にたいほどつらいっていうことなんですよね。でそれはこれから来る苦しみに対する、まあ、この慣習であればどんなあの取り調べを受けてどんな苦しみを経験しなければいけないのかそしてどんな苦しい、まあ、処刑に遭わなければいけないのかでそれだったらもう今死んでしまいたい。 ととと思ったということなんですよねで、まあなたもそう先ほどお話を伺っていろんな、まあ、ご主人との関係が難しいだけではなくて経済的な苦しみやもうご自身がもう精神的に病んでしまっているという状況でそれがあってもうこんな苦しいんだったらもう生きていたくないつまり死にたいわけじゃなくて。 この苦しみ、この死にたいほどの苦しみから逃れたいというふうに思っているということ。まあそれは先ほどね、お電話で話をして分かったわけですけれど、そのことなんですよね。絶望的な状況がある。ですけれど、この聖書の,あの状況を見ると、こういうふうに続くわけですよね。28十八節から、パウロは大声で自害してはいけない。 私たちは皆ここにいると叫んだということなんですよ。あのパウロが言ったのはあのみんなここにいるよって逃げてないだからあなたはあのその罰を受けることがないここ2番目意外な真実ということなんですけど苦しい時あの自分の見た状況 で自分でこういうふうに理解して、あ、もうダメだって。でも、事実って、真実は違ったわけですよ。あの、パウロも、あの、みんな、囚人たちみんなそこにいるわけです。でパウロが言ったのは、違うよって。あなたが見てる現実と、あなたが考えてるこういう状況と、実際はそうじゃない。 っていうことを伝えたわけですねでこれはあの死にたいと思う人っていうのはもう自分の中でもう終わりだって状況を、まあ、最悪の状況だと思ってるわけですけれどでもこのパウロが誰か別の人がこの助けをくれてるわけですよねこの監修に対して。で、まあ、昨日その死にたいと思ったらどうしたら死にたい時どうしたらいいですかってあのう メール打ってくださった。で、それで、まあ私は、あの、じゃあ相談しましょうって言って、今朝状況を少し伺って、まあ心が少し落ち着かれたかなと思うんですよね。で、この、まあ今日午後臨時で、あの、セッションを持ちますので、まあその中でもっと、まあ実際じゃあ何が起こっているのか、っていうことを、まあ一緒に見ていく。まあその中で、まあ希望がある。 っていうことをまあ確認していきたいと思うわけですね。だから意外な真実を告げてくれるのはまあ自分で気づく場合もあると思いますけれど、まあ多くの場合他の人の助けが必要だということですね。だから死にたいと思うくらい苦しい状況だと自分では思っているけど、本当に何も希望がないのか。そして今は苦しいけれど、本当に今はただ もう休むだけとかなんかじっとこうなんて言うんでしょうねまあ忍耐するそれ一緒にその苦しみを分かち合ってくれる人がいるかもしれないまあそれは私をカウンセラーとしてあなたとそれをやっていきたいと思っていますけどまあそういうことがあるわけですねそしてあのここでえまあ一つわかることは自害してはいけないと聖書に書いてあるんですよねここれはまあこのリピのピピリ あの監修に対して語られた文脈の上ではそういう言葉ですけど神様は私たちにあの命を与えて命を与え命を取り去ることもできるわけですねで今私たちに命が与えられているということは自害してはいいけないんですよ神様は私たちをまだ生かしているということは神様をが私たちを生かしておきたいと願っておられるということですね ですから、神様に対して、私たちは、あの、いただいた命、生かされている命として、それを捉えていく必要がある、というふうに、まあ、言うこともできると思いますね。実はここだけではなくて、あの、たくさん聖書の中に、もう死にたい、もう私の命を取ってくださいとか、あの、そんな苦しいんだったらもう神を呪って死になさい、っていうふうに、あの、奥さんから言われた、呼ぶという人も出てきますし、もう、 そういうふうに、もうこんなんだったら死んだ方がましですっていうふうな、あの、状況っていくつも出てくるんですよね。でも神様はそれら一人一人を生かして、そして希望を与える。まあ最後に見出された希望ということですけれど、このお話、えっと、続きを見ていきたいと思います。監修は あじゃあ、まあ、パウロは大声でっていうところが続きますね。28節から。パウロは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを求めてから、牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、 あなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを家族、全家族と共に 心から喜んだ。とあるんですよね。まあ、これ、ハッピーエンドなわけです。で、彼は、まあ、絶望的な状況にあって、意外な真実を告げられた後に、ああ、これは神様の技なんだ。だから、救われるためにはどうしたらいいですかで、その後に、パウロたちが言ったのは、主イエスを信じなさい。 そして彼はイエス・キリストを信じて救われたんですよね。そして何,何が起こったかっていうと家族もみんな信じて神を信じたことを全家族と共に心から喜んだと書いてあるんですよね。心から喜んだ。もうダメだって死んだ方がいいと思った彼が。 家族を残して、まあ、自殺しようと思った彼が家族と一緒に神様を信じたことを喜んだって書いてあるんです。で聖書は常にこの絶望から希望へとイエス・キリストによる救いここに書かれてますね救われるため救いを与えるんですよね。 でどんな苦しい状況でもどんな死にたいという思う状況でも聖書の中には希望があるんです神様には希望があるんです絶望的な状況にかあった慣習は人のこと状況のことしか考えてなかったんですよねでも見出された希望は神を信じること 神様が彼を愛していて、彼の罪を許し、イエス・キリストにある永遠の命を与える、救いを与える。で、そのことを彼は知って、もう人や状況に左右されない心からの喜びを得たんですよね。だから聖書がこの2000年の間、ずっと私たちに与え続けている希望というのは、状況じゃない。 人じゃない。神は私たちを見捨てない。神は私たちを愛していてくださり、守っていてくださる。苦しみの中でも、どんな状況でも、神様は私たちを救ってくださる。そのことを、まあ、聖書は伝えてるわけです。そのことを、あなたとね、あの、今日、まあ、セッションでも分かち合いたいですし、 これからカウンセリングを通して確認していきたいということを願っています。はい、ということで、えー、今日は死にたいと思ったら、まあ、これはあのそういうメールを下さったクライアントさんあなたにメインで向けてお話をしてますけど、まあ、この聖書の中にある希望この神様を離れては誰も希望を持つことができないけれど神様のうちに聖書のうちに希望が光があるということを えーまあ、このもしねあの動画であの YouTube でねこの動画を見てくださった方にも知っていただきたいということを願っていますはい、えー、この動画をご覧になって、えー、あこの動画の概要欄に私が提供している、えー、夫婦関係の修復の、えー、無料動画講座やそして、えー、私のウェブサイトの情報も載っていますので 興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。